大阪城は誰が建てたつれづれなるままに。通天閣の下に大正日があって、その前が少し広くなっている。以前、その前で人形劇をしたことがあった。また、通天閣の階段を何度か登ったことがありました。普通は、円形格好まん丸ではないので珍しいかもしれない括弧閉じのエレベーターで登ります。降りる時に階段を使うと早足になって、 下に着いた時はエレベーターの前で目を回します。ちょっと灯台の階段を上り下りしているような感じになります。大阪城のあの大きな石はどのようにして運んだのでしょう。ピラミッドの石もよく話題に出るけれど、人間ってすごいんですね。ところで大阪の人は、大阪城は大阪城として捉えていますが、観光客は少し違うようです。 大阪城と大阪城天守閣を区別して捉えているようです。もう一つ不思議なことがある。大阪城は誰が建てた、には答えがいくつかある。大工さん豊臣秀吉徳川家康どれも正解です。冬の陣の時、堀を埋められ裸城になった大阪城、夏の陣では落城して土が盛られ、より大きな大阪城が建てられた。 二大将軍徳川秀忠によって大阪城の再建がなされた。二条城、通天閣、大阪城は何度も行った記憶がありますが、京都タワーは、一、二度行ったぐらいだ。大阪タワーに登ったのもそれくらいだ。京都タワーや大阪タワーに登った回数より、東京タワーに登った回数の方が多い。大阪に住んでいるのに不思議だ。また、 通天閣より高い大阪タワーですが、知名度は通天閣よりずっと低い。これも不思議だ。しばらくして、撤去する噂が流れた。それが現実の計画になり、今、大阪タワーはない。タワーとしての役割を終えたのだろう。